12年前の真犯人は志摩総一郎だ。東丸電機殺人事件の被害者布施元春さんは、仁科壮介さんと会う前、知り得た脱税の事実を本人にぶつけるために志摩総一郎に会った。口論から布施さんを殺害したのは志摩総一郎。布施さん、そして2ヶ月前の真鍋伸さんが殺害された事件。脱税について話していただきたいんです。お願いします。記者である真鍋さんが掴んだ事実を本人に突きつけ、口論から同じような事件が起きた。中森検事は以上のことを上から伝え聞いたと。それが誰からの指示なのか現時点では分かっておりません。そして私はその上に行きたいという理由だけで忖度して判決を出した。